はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビシです。信長の野望創造戦国理史伝、井伊家でのプレイ続きをやっていきたいと思います。前回ついにですね、今川に対して100万の軍勢を持って再び独立戦争を仕掛けたわけなんですが、ご覧の通り畿内からですね、今川を一掃することに成功しました。で、東北から畿内にかけてほぼ制圧済みという状況なんですが、一方で中国地方からは撤退をせざるを得ない状況になったというところと、あと四国ですね、こちらがまだ手つかずというところなので、今回はですね、いよいよ終局クライマックスということで、今川攻めの中国四国をやっていきたいと思います。では早速プレイの方やっていきましょう。すでにですね、再び大動員令を出して軍勢を派遣していますので、この軍勢をいかに動かすかというところになります。あ、オブ正影が死んだか。南部も死にましたね。時代が進むにつれて有名優勝武将たちが徐々に、散っていく定めというのはしょうがないところではありますけどね。さあ、黒井城を攻めている部隊はどうだ、矢上城に、もみ城にと兵数は整ってるけど、まだ武将が到着してないですね。武将もですね、すでに派遣済みなので、武将が到着次第新たな指揮官を持って城から出陣できるような状態になるんですが、まだその段階には至っていないところにはなりますね。そしたら四国への上陸部隊なんですが、ちょっとルートを変えていくつか部隊を送り込みましょうか。とはいえあまりにも無謀な遠征をすると、それだけで兵を失ってしまうというところもあるので、この桑野城にまずは上陸隊を送っていきましょう。先遣部隊が何人かと、後から五詰めの部隊を送っていきましょう、桑野城に対して。これで四国上陸を果たしましょう。で、四国方面は今ので良しとしてですね、中国地方ですね、奪われた漢旗、五着、姫路、室津、まずはこの辺りの奪還からですね。三木城がかなり苦戦してるな。部隊をちょっといきなり姫路にいくつか部隊を送り込みましょう。いや、黒井城が先だな。黒井城も奪われた城ですからね。黒井城も奪還しに行きましょう。で、山陰地方の方は部隊をだいぶ送ってるけど、どうだ、まだ命に城を落としたっていう状況にはなってないですね。よし、これでじゃあ少しターンを進めていきましょう。この洲本城が取れればね、四国に向けて上陸しやすくなるんですけどね。三木城に対して3万の軍勢か、こちらは100万の軍勢があるのでね、特に気にはしていないんですが、よし、弓木城落としましたね。で、三木城が激戦になりつつあるので、三木城に対しては部隊を追加で派兵していきましょう。北から回り込ませる部隊が一つ二つあってもいいですよね。このままだと三木城の部隊が壊滅してしまう恐れがあるので、三木城の救援隊を送っていきましょう。そういう意味では漢旗城を抑えればだいぶ流れが変わりそうだな。漢旗城に攻略隊を送っていきましょう。かしこまりました。やっぱこの城の密集地帯ですね、三木城、五着、漢旗、姫路、室津、この辺りを制覇できれば山陽の方も一気に肩がつきそうな、そんな感じもします。で、弓木城を落とした部隊まだ余力が十分ありますので、これを浜坂城へと送っていきましょう。
浜坂、鳥取、この辺りもね取り返す戦いにはなりますからね。敵を追い詰めろ。逃がしはせんぞ。戦へ参る。出陣します。もう従わない者は罰するのみ。表情を始めましょう。報告いたす。であとはですね、この辺りは全て委任済みにはなっていますので、配属関係だけね定期的にやっていきましょう。で特に遠方に関しては、まあもう与えてしまう感じですね。さっき取った弓騎乗も配下に与えてしまいましょう。洲本城を押さえている部隊はちょっとこうやって見ると少し兵糧に不安があるので、兵糧切れを起こさないようにだけはちょっと注意をしなきゃいけないですね。で集結させている部隊もいくつかまだあるので、この集結させている部隊に関しては前線が疲弊したら逐次投入していきましょう。八神城にこもらせておく必要もないので、八神城に詰めている部隊は黒井城の攻略に送り込んでいきます。かしこまりました。逃がしはしないぜ。敵将捕獲した。よし、次々に城を押さえてるね。浜坂を押さえた部隊でそのまま鳥取も狙いましょう。これはかなりいい感じできてるな。ひすみを抑えた部隊でチョーク、八橋城まで行けるかな。少し兵糧が苦しいかなって感じもしますが、竹部山城を抑えた部隊で、駐留させてる部隊で砥石城を狙いましょう。この辺まで行けばほぼ今川に対しての優勢は確定しますね。お、桑野城も取ったか。武田城も取った。あとはもう侵略戦ですね。完全なる侵略戦で、桑野城を攻撃した部隊たちを二手に分けましょう。一つはそのまま四国を蹂躙する部隊にしましょうね。で一つは北上させましょう。で洲本城がやっぱり苦戦してるんだな。ここは焼き討ちにするしかないですね。兵糧が切れそうなんで焼き討ちに処しましょう。でだ、ひすみ城を抑えた八神城、黒井城を抑えた部隊、これ結構な大部隊になってるので、これを天神山城に派遣していきましょう。で中継地点として三石城を抑えます。で大御城を抑えた部隊で北から姫路を狙いましょう。そうすれば五着換気城、この辺りも一気に落とせそうですね。で三木城に関しては先ほど攻撃を受けてましたが、今は少し落ち着いている状態なので、これを換気城攻略隊に当てていきます。でですね、ここで一通り武将が前線に、前線の城にも行き渡ってきているので、これらの部隊を派遣するタイミングも少しずつ考えていきましょうか。敵を引きずり出せ。かなりの大部隊が動いてるんで、処理打ちもね、結構してくるんですが、洲本城が結構粘るな。敵を追い詰めよ。敵将。よし、関係城はあっさり抑えましたね。関係城の部隊は少し駐留させましょう。前がかなり詰まってきてる印象があるので、黒井城も落とせるな。あとは鳥取城をいかに早く落とせるか、これがポイントになりそうだな。前線が兵糧切れになる恐れがありますからね。敵将捕らえたり。鳥
鳥取城はあっさり落城、開城してきたんで、鳥取城の部隊を鳥取城でみんな一旦補給をしてくれるのでだいぶ楽にはなりますね。では津山城の攻略隊を送っていきましょう。あとは翡翠に3万の軍勢がいるので、この3万の軍勢を八足城の攻略隊の増援に当てていきます。でそろそろですね、このもみとか御所とかこの辺りに集めてた部隊も前線へと派遣していきましょう。特にこの後激戦が予想される山陽地方ですね、あそこはまだまだ今川も余力を残してますからね。かしこまりました、承知。石山御坊にも伊達をはじめ3万からなる軍勢が入ってますから、これらを送っていきましょう。洲本城を早く攻略できれば一気に四国に遠征軍を送り込めるんですけどね。敵将捕獲しました。逃がしはしないぜ。黒い、そして姫路を抑えましたね。五着が結構苦戦してるんだな。そしたら五着にいくつか部隊を派遣していきましょう。かしこまりました。五着が落ちてくれればだいぶ流れが変わるな。で今都会中の北条打ち手とかの部隊はちょっとここね微妙にバグがあるっぽいんですよね。いつも5万の軍勢を秋に派遣していきましょうと思ったらねバグるんですよ。そしたら一旦桑野に入れましょう。桑野で一旦兵糧を補給させましょう。これでだいぶ陣容が整ったかな。捉えたり、敵将捉えたり。あと粘ってるのは、山陽で粘っているのはどこだ。室津か。室津はむしろ攻略隊をあまり送ってなかったんですね。なので室津は室津で普通に攻略隊を送っていきましょう。五着姫路を攻めていた部隊はさらに前線へと派遣していきます。下津あたりまで兵を派遣していきましょうか。で東北地方からも大遠征軍を今前線へと、前線の城の方に送り込める準備は整ってますからね。ご覧の通りかなり軍勢はすでに集まっている状態なので、あとはどのタイミングで送り込むかというところだけですね。まあ、もしかしたら東北地方の部隊は出さなくても済む可能性もありそうですが、かしこまりました、お任せください。では五着を攻めた部隊結構手こずりましたが、この軍勢もまだ2万からなる軍勢が残ってますからね。この2万の軍勢で蘇合城抑えましょう。どうした、かかってきな。もう一押しすれば一方的な展開に持ち込めるはずなので、敵将仕留めた、出るぞ。山陰の方で苦戦か。ここは兵糧切れはまだ起こしてないけど、そんなに長くは持たないですね。40とかそのくらいになってくると。では津山城を攻めた部隊で高田城を攻めましょう。高田城とかもね、もともとは我々の居城でしたからね。で備中松山城も攻めます。で三石を攻めた部隊で備中高松城を取りましょう。承知、承知。四国の方が思ったよりちょっと手こずってる感じかな。
四国の方にも思い切って軍勢を出していきたいところなんですけどね。洲本城が落ちないと四国の兵糧が結構苦戦するんですよね。して下津井を今狙っている状態か。で岡山城より先に備中高松城を落とせたか。これはちょっとなんだろう、嬉しい誤算というか予想外というかそんな感じですね。岡山城が結構粘ってるな。あと室津、この辺りは結構粘ってますね。で弓木城に駐留させてる部隊は遊ばせててもしょうがないので、これを合算戸田城に出していきましょうか。で黒井城を攻めた部隊も合算戸田城の上にある新山城を狙っていきます。桑野城が狙われているのか。桑野城に部隊は出せないのか。ただ包囲不完全の状態なので、このまま粘ってればなんとか勝田市場を抑えた部隊で迎撃できそうだけど、ちょっと超桑野城には別動隊を送っていきましょう。北条宇治照とかね、この辺りかなりその豪華な陣容にはなってますが、これらの部隊をいよいよじゃあ前線へと派遣していきましょう。いやー、もう戦国オールスター級の武将たちが城代を務めてくれてるので安心感あるな。このまま部隊をどんどん出していけばいいんですが、一つ気になるのがやっぱり洲本城ですね。洲本城、淡路島の洲本城を取らないと兵糧がみんな四国に上陸する部隊が洲本城を通っていくケースが多いので、兵糧が少し心配になってくるかなという心配はありますね。出るとするか。洲本城はみんな素通りしちゃってるだけかな。そしたら洲本城、長船城ですね。長船城は長船城でちゃんと落としましょう。備中高松城を攻めた部隊でまず天神山で、岡山城を攻めた部隊で長船を抑えます。備中松山はもう落ちるのは時間の問題だな。となれば高田城を攻めた部隊で土井市城を取りましょう。無事にするな。生きるのだ。やっと洲本城が落ちたか。ちょっと時間かかっちゃいましたね。捕らえたり。おーいせよ。ただ部隊としてはあまりすり減った感じはないな。まあ、桑野城は持ちこたえてくれることを信じましょう。四国の方ですね。今川を滅するか、まあ滅亡寸前まではね、プレイしていきたいなと思いますので。八橋城もちょっと激戦になってるのと、少し兵糧の心配が出てきたな。四国への都会部隊も少し兵糧に不安が出てきてますね。どうした、かかってきな。敵将捕らえたり。
敵将捕らえました。お味方討ち死に。これが我が魂、我が覚悟。出陣しよう。ただそうは言ってもやっぱりうちの大軍勢の前にはなすすべなしって感じだな。お任せください。かしこまりました。天神山が落ちるのも時間の問題だな。長船、岡山、この辺りの部隊も次の拠点へ向けて出陣させていきましょう。まあ、臨地状態に近くなってきてますけど、まあ、ここは緩めずに行きましょう。承知いたしました。かしこまりました。出るとするか。勝山城城が未だに落ちてないんだ。我に打てぬ敵なし。敵将捕らえたり。かしこまりました。八橋城は結局落とせずじまいか。となると合算戸田城、新山城を攻めてる部隊の兵糧が心配だな。そう言うよね、兵糧が心もとないって。まあ焼き討ちにするしかないな。まあ侵略戦とはこういうものだと割り切っていきましょう。勝橋城はもう捨ておいても問題ないでしょう。勝手に落ちてくれるでしょう。囲まれたってこの状態でそんなことある？かしこまりました。備中松山城か。なるほど。備中松山城の部隊は今出陣中か。かつちょっとここら辺かなりあれだな、溜まっちゃってるんで下から回り込ませましょう。承知いたしました。敵将捕獲したぞ。ここが貴様らの地獄よ。敵将捕らえたり。敵将捕らえました。敵将捕獲した。敵将捕獲したぞ。捕獲のお知らせばっかり届いてくれるね。お任せください。承知いたしました。勝橋城は本当によく粘る。承知いたしました。まだ落ちてないですね。承知いたしました。備中松山城は、まあ、このまま行けば問題ないでしょう。逃げることはできぬぞ。まあ今さら連合が組まれてもどうということはないっていう感じですけどね。捕らえられました。出陣する我が方の城。包囲されました。敵将捕獲したぞ。出陣する。勝橋がこんなに手こずってる理由は何だ。ちょっと兵が足りないのか。勝橋にちょっとじゃあ向かってもらいましょう。でここいらで一旦あれですね、再び城を分配していきましょう。でそれによってまた自動で武将が割り振られていきますんで、その武将を使ってまた前線に部隊を派遣していくっていうねパターンでいきましょう。
まあ、ここはもう治療を一気に与えていきます。そうすれば勝手に武将を配属してくれるので、まあ、こういうフェーズに移ってくるとそっちの方が多分プレイはしやすいんじゃないかなと思いますね。自分で一つ一つ細かい武将の配属とかをやってると少しね時間がかかって作業芸感がすごいことになってくるので、もうこの治療を割り当てるっていう作業のみにした方がいいかなっていう感じはしますね。で武将の数が少し多分足りなくなっていってると思うので与力で与えていきましょう。ここももうあまり何も考える必要はないかなと思います。今竹部山城が本拠地になってるんですけど、いい家の竹部山自体にそんなに武将を置いておく必要もないですからね。さあ四国も約半分ぐらいまで来ましたね。あと中国地方抑えれば今川滅亡に追い込めそうです。八橋城はまだ5万以上の軍勢が残ってるので、これでさらに敵の奥深くに攻め込んでいきましょう。かしこまりました。戻るぞ。お任せください。承知しました。お任せください。出陣するぞ。出陣するぞ。敵将お待ちした。我が道を開けよ。お、ガッサン戸田城落としたか。ガッサン戸田城は正直兵糧的に野球打ちをかまさなきゃいけないぐらい苦戦していたのでどうかなと思ったんですが、まあ、なんなくという感じでしたね。承知しました。承知いたしました。かしこまりました。はっ。お、もう大友領に接する感じだな。承知いたしました。吉田郡山城は毛利元就が最初に居城にしたところですね。しました。承知。敵将捕らえたり。さあもう本当に今川の息の根を止められるところまで来ましたね。戻るぞ。勝橋城が粘るね。四国が少し苦しいかな。そうなってくると軍勢的には。中国地方からはもうほぼほぼ今川を一掃できるようなところまで持ち込んではきましたんで、敵将捕らえたり。逃げられませぬ。お任せください。さあそろそろ前線に武将たちが入ってきたので部隊を送り込んでいきましょう。まあ連土とかもそういうところのフェーズではないので数の暴力ですね。散々苦しめてくれた今川をここでもう滅しましょう。まだこの辺りは人が入りきってないところもいくつか残ってるな。ただ武将の数はもうだいぶ充実の一途なので問題はないかなと思うので、あとは時間だけの話かなと思います。武将が入る入らないに関しては。
もうここまで来ると余裕なので、ちょっと別の話をしておくとですね、一応いつもお話してるように3月タイの方に遠征に行くんで、その時にはですね、信長の野望天道を持っていこうかなと思ってますんで、しばらく天道プレイしてないじゃんって思ってる方いらっしゃると思うんですけど、タイに行った時にはタイのホテルからビータを使って天道を実況プレイする予定ですので、ぜひぜひ楽しみに待っていていただければなと思ってます。まだ前線に武将が入りきってないですね。相変わらず粘る勝橋城。もうね、今からタイに行くのが楽しみでしょうがないんですけど、まだ行っても1ヶ月半あるのでちょっと長いんですよね。もう来週とかってなってくると、もうちょっと心ここにあらずっていう感じになっちゃうんですけど、まださすがにね、1ヶ月以上あるとその前に仕事もたんまり残ってるしとかって考え出すと全然テンション上がってこないんですよね。四国も蹴りがつきそうかな。沖縄山城で合ってるのかな。ちょっとここの城の名前確認しましょう。沖縄山城合ってるね。沖縄山城は取れるかな。今いる舞台で捕らえました。おーいせよ。吉田郡山城は落とせそうですね、このままいけば。飯盛山城が少し舞台不足になってる感じかな。これで中国地方に関しては今川を攻めてるし、今川が持ってる城には全部部隊を派遣してる状態になってますね。敵将捕らえたり。敵将捕獲した。無事にすぐな。生きるのだ敵将捕らえたり。さあ残りの敵の城の数決して多くないですね。もういやー、完全に天下を取っていた今川をここまであっさり追い込めるとは思わなかったな。やっぱ100万の軍勢を出した会話があったっていうところかな。なかなか100万の軍勢って動かさないですからね。さあこれが多分最後の地業割り当てになると思うんですが、まあ、大友がいきなり攻めてきて城を守る武将がいないっていうのも格好悪いので、ここで地業を割り当てておきましょう。まあまさかこの第19話まで続くとは思わずに始めたこのいい家でのプレイなんですが、まあ、今回までと、今回が最終回ということになりそうですね。で次プレイする武将なんですけども、ちょっと実はまだ考えていなくてですね、今並行プレイといってもちょっと滞り気味の足利義昭による信長包囲網プレイ、これは継続してやるにしてですね、他のコンセプトプレイ何かないかなっていうのはちょっと考えてます。でいくつかですねご意見いただいてまして、まあそのうちの何個かご紹介するとですね、まあ、まず一つが、山中鹿之助を使った天御家を支えるプレイ、ちょっと面白そうですよね。苦戦しそうな予感もしますが、
あとはですね、真田家で攻略侵略禁止でどんだけ城を保てるかっていうね、そういうのやってみたらっていうお話したくをいただいているので、ちょっといろいろ検討はしていってるんですが、もしなんかね、こういうのいいよとかっていうのあれば、チャンネルのコメント欄か、もしくはツイッターとかでも結構ですので、教えていただければですね、ぜひぜひ検討の上、プレイの方をしていきたいなと思ってますので、もし、なんかこういうコンセプトとか、こういう武家、こういう大名でやったらっていうご意見あれば、バシバシ教えていただければ嬉しいなと思います。残された今川の城は 1,2,3,4,5 ですね。で、その5個すべてに部隊を送ってるので、まあもうケリはつくでしょう。火を放て。大友から意外と援軍が出てこないですね。もっと今川から援軍が出てきてもおかしくないかなっていう気もするんですが、幸いなことにっていうのかな、今川から援軍は、大友から援軍は出てこないですね。さあ、これで四国も制圧かな。我に受けぬ敵なし。敵将捕獲した。お任せください。かしこまりました。依然苦戦してるのが勝橋城か。勝橋城は結局一番最後になりそうだな。逃げたければ逃げなさい。敵将捕獲しました。さあ、最後勝橋城ですね。残ってるのが、我に打てぬ敵なし。敵将捕らえたり。これで最後今川を滅ぼしたら総武事例を出していきましょう。なので今回も長い間最後までお付き合いいただけた方、本当にありがとうございましたと。ちょっと気の早い話をしてますが、先ほどお話したようにですね、次のコンセプトプレイ、何かこういうのあるよってなれば、ぜひぜひ本当にお願いいたします。最後勝橋城がもうすぐ落ちますね。これで今川をついに滅ぼしました。で、最後大友にも一応喧嘩を打ってますが、ここまで来れば大友に巻き返しを受けることもないと思いますので、このまま総武事例を次のターンで出していきましょう。承知いたしました。ご命令を報告いたす。政策を執り行います。皆に伝えます。これでクリアになりますね。ではターンを終了します。いやー、歳道は、道歳ですね。ごめんなさい。道歳は今、一体何歳になったんだろう。家督を継いだ時は5歳の九月君主の誕生っていうところだったんですけど、もう今は、元服をしている年になっていてもおかしくないはずなんだよな。そうですね、最初光秀とかかなり重宝しましたね。
まあ元々は今川家臣でプレーをしていましたからね。ちなみに女城主直虎の方ではいよいよ柴咲コウが出てきそうな感じの次回予告編になってましたね。なのでもう本当にこれから面白くなってきそうな、そんな展開になりそうですね。そうなんですよね。今川とはもう土下座外交に朝廷外交にと、まあいろいろ駆使してなんとかね生き残りましたが、最後は100万の軍勢を動かすという形で今川を滅することに成功して、総無事令というところですね。1601年か。はい、というわけで全19話最後までご覧いただけた方、本当にありがとうございました。また別のプレイでお会いできたらと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、チャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。